ニューヨーク嶋佐の T シャツ紹介。はい、ありがとうございます。さあ、ということで、絶賛、ステイホームということで、はい、自宅から何かできる企画はないかということで、急遽ね、ちょっと、スタッフさんから上がった企画なんですが、今日は僕の家のレアな、もうどこにもとびっきりレアな T シャツをね、いろいろ紹介したい。すごい企画やるね。もうさ。いや、やっぱいかんせん、外でロケとか今できないですから。もうほんとカリスマがやることよ、これは。お前の T シャツを紹介するで、一本行こうとしてんの。いや、だからそれ確かにそれは思う、言われたら確かにそれは思うよ。だから、しかもこれ一発目やからね、そのズームで今から撮っていこうっていう企画の一発目やからね、これ。だからね、ちょっとでもね、なんかその何、俺に興味ない人でも引っかかるように、要は T シャツ好き、はいはいはい。もうちょっとおってなるようなちょっと T シャツと持ってますから、俺。なるほど。舐められへんやつあんの？そういう人らにも。やっぱまあ、やっぱ芸能人なんでね。いや、おしゃれなんで、僕は。でも今。おしゃれかける芸能人なんで。やっぱりそこはね、俺のこと知らない人が、こう、何この T シャツっていうのちょっとありますから。たまにあるもんな、お前の音楽の方に引っかかってくる人とか。そうそうそう。ね。曲で単独の曲とか、流しとる曲とかに引っかかってくる人とか、うん、そう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 、うん、そういうのね、やっぱね、あるから。今着とるその T シャツはな、そう、今日たまたまね、普通の我々の YouTube ラジオの生配信終わりに急遽言われて今撮ってるんですけど、うんうん、これもすごい T シャツなんですよ。これはね、プロレススターウォーズっていうね、うん、箕面健二さんっていうプロレススター列伝っていう漫画を書いてた人と、ハードコアチョコレートですよね。うん、聞いたことないですか？のコラボ T シャツ。え、これもう今売ってないですからね。裏もかっこいい、これ。おー。裏見えますか？ああ、いいんじゃない？かっこいいロン T でね。サブカルロン T。ちょっと知り合いいて、店で知り合いいて、はい、ちょっと。もう今は売り切れてるんですけども、普通の人買えないんですけど、ちょっと。見ただけ。え、どういうこと？スターウォーズと、そのプロレスの漫画家さんと、カードなんちゃらが。ハードコアチョコレート。ハードコアチョコレート。あ、スターウォーズは違う。あ、ちゃうんや。うん。あ、これもいい T シャツなんで、ちょっとどんどんこんな感じでね。まあな、T シャツなんてもう2個以上コラボしてないと俺も着る気せえへんわ。それこそあれですよね。まあ音楽で言ったら、たまに僕来てますけど、これですよね、やっぱ。ああ、それはよう言われてたな、一時。ニトロマイクファアンダーグラウンド、これは俺ら世代のスーパーグループ。しわくちゃやな。ニトロマイクファアンダーグラウンドっていうね、ヒップホップグループがいて、それの復活ライブに俺、普通にライブ見に行って、そこで、物販めちゃくちゃ並んでゲットしました。タレントパワーとか一切使ってへんねん。一切もうガチで並んで、もうこれもね、M がね、もう売り切れでね、それもう正直めちゃめちゃ、それ買おうと思ったら高い値段払わなあかんやつやろ。これはね、もう俺がライブで物販並んで買って、その次の日とかもうとかに、もうメルカリとかで見たら1万円とかですよ。これもちょっとレア、レアなんかな。いや、お前が頑張って買っただけやろ、でも。まあ、あと、それとかで言うとね、俺らはね、これとか出させてもらったよね。あら、なんで？京都大作戦。はい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 。俺ら出させてもらったね、京都大作戦っていう。はあ。京都大作戦でね。ちゃうよ、ポルノ超特急じゃん。ポルノ超特急だ。やばいやばい。ポルノ超特急、京都でね。何してんねん、お前。え、京都で。T シャツなんてもらったっけ？もらいましたよ、ポルノ超特急。あ、ちゃうわ、嶋佐さんにあげたんかな、その、二人で一つみたいなことで。あ、そうだったっけ？うん、多分、なんかタオルみたいなのをもらった気する。これは嬉しかったよね。こう、やっぱフェスとかさ、俺らほら、何とか出させてもらったじゃん。うん。あの時な、京都のさ、ポルノ超特急出させてもらった時、俺らの隣のステージでお前、関 AK ガミガステージ立ってたな。立ってたな。
ガミさんな。うん。捕まったな。これ、ポルチョール。捕まった。出させてもらった時なんですよね。ありがとうございます。ロットングラフティさん、ありがとうございます。そう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 、読んでいただきまして。そういう、やっぱあるんですよ。レアな。あ、これとかもね、また、いいですよ。どんどんあるやん。これとかね、これこれ、電気グループのね、うん、25周年ツアー、トフン祭っていうね、ツアー T シャツなんですけど、うん、これ、マンガ太郎先生とのね、コラボ T でございます。お前、その、音楽と漫画好きやね。いいでしょ、ガタロウ先生と電気グループね。全部プロレス音楽漫画や、ね。昔、ルミネの単独ライブをね、ガタロウ先生、フライヤー書いていただいてね。いや、違うよ。僕らも。書いてもらってねえよ、マンガタロウ先生は。あ、マンガタロウ先生じゃねえ、ワタラジオ先生か、それ。もう、お前、やめろ、マジで。めちゃくちゃやぞ、お前。ちょっと寝すぎてて。そうよ、ね、でこれな、俺らこれあ、それも見したでよ、君に届けの作者のね、椎名カルホ先生が書いてくれたのがこれですから。そうそう、俺ら、そうそう、ごめんなさい、和田ラジオ先生にも書いてもらって、で、僕と嶋佐の顔写真ね、送って書いてもらったんですけど、顔写真だけ見たら嶋佐の方がめちゃくちゃ背でかいと思われて、嶋佐の方がめちゃくちゃでかく書いてるっていう。そうそう、これは失礼しました。マンガ太郎先生と。マンガ太郎先生じゃねえよ。うん、俺らのは和田ラジオ先生ね、書いてもらったのね。もう僕は大ファンなんで、デングルもマンガ太郎先生もずっとファンですから。うん、あとじゃあもうこれいっちゃおうか。これはもう、しょうがないね。これはもう許された人だけにもらえるやつね。24時間テレビのフィールス。これはもう芸能人しかもらえません。正直。お前さ、もう新枠じゃねえ。いや、俺も持ってるけど、それ。ね。完全に24時間テレビです。これ私、ね。日産スタジアムで中継。誰かがデザインしたやつやよな。嵐の方がデザインしたかなんか、そんなに。そうやね、これね。あ、うん。これはもう、一般の人は。いやいや、人は着れないからね。めちゃくちゃ寝巻きにしてるやろ、そのシワの寄り方。ああ、もう有名人しか持ってない激レア T シャツなんでね。うん。すいませんね、なんか本当に。自慢みたいになっちゃって。なってねえよ、別に。まあ、あとはね、いっぱいありますけどね。本当に。どんなんがいいですかっていう感じですよ。これとかね、逆にこれいこうか。これとかね、わしがやったんですよね。いや、俺らの単独の T シャツやんけ。それとか俺もちょっとね、何ナンバーガール風のね、字体で。めっちゃシンプルにしてね。はい、これ結構お気に入りなんですけど。これは完売したよね。我々はね、単独ライブの T シャツは結構おしゃれですから。その全部しわくちゃやで、でも嶋佐なんか。寝巻きやろ、それ。まあ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 。あ、まあこれも見せちゃおうか。これはレアだね。これもソロだから。これね。めちゃゆるね。ああ。まあ、めちゃイケ、めちゃイケのネット版ね。ネット版の24時間みたいなちょっと出させてもらって。あるある、俺もそれ。いただいたね。モーターは。懐かしい。これはもうレアです。これレア。俺それも着すぎてボロボロになったから捨てたわ。すごいね。それのコンとね、オレンジ、どっちもモーターやな。これもありますよ。懐かしいな。俺らバチバチエレキテルっていうね、ユニットをフジテレビでやってたから。そうそうそう。そう、めちゃイケのね、その、孫世代みたいな感じで出させてもらったんやね。あったあったあった。ああ。これはさっきとまた違うデザインでね。うんうんうん。レアな T シャツ、これほら。面白いでしょ、結構。確かに思い出すな、T シャツだけでこんだけ。いろんなこと。ポルノ超特急とかもそうやけど。うん、懐かしいよ。あとまあ俺もビール好きなんでね、吉本ビール同好会っていうね、
何も入らし、っていう活動、もう今なんか自然消滅しちゃったんだけど、その時あの、ビール工場見学行かしてもらって、夜な夜なエールのね、T シャツ。それはで、どんだけしわくちゃな、お前 T シャツ。全部しわくちゃで。これもね、ビール好きにはたまらない T シャツですよね。美味しいからね、夜な夜なエール。うん。あとは、まあ、いっぱいありすぎてな。参っちゃうね。捨てたりせえへんの T シャツ。そうよね。全部残してるの T シャツ。まあ、プロレスにね、結構俺プロレスの、海外のね、WWE の T シャツがかっこいいんですね、これね。エボリューション。トリプル H ね。うん。とか、裏もかっこいいんだよね、これ。うん、ワイヤットとかいて、ペーパーね、これかっこいいです。これプロレス T シャツも好きですね。それはあんま分からんな。何にも思わんな。思い出とかないから。あ、あとこれもありますよ。これね。これ出させてもらいましたね。じゃあ。はい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 。岡村さんのオールナイトニッポンのフェスね。うん。出させていただいて、日付も書いてますよ、これ。はい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 。確かにな。2017年、横浜アリーナ。これどっちだっけ？そのトシさんがいたとき、これ。そう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 。これそうか。だからどんどん T シャツって増えるんだな、本当に。こう見とって思うけど。これやっぱ捨てれないよね、こういう思い出。そう、捨てられへんのよ、結局。これは皆さん、僕らね、うん、横浜アリーナの超満員のお客さんの中で、岡村さんとか愛子さんとか知念里奈さんとかと一緒に、うん、XJAPAN のトシさんご本人と一緒に X を歌ったんですよ、横浜アリーナ。ずっと言うてるな。これはもう、すごい、もう一生の思い出だよね。お前アンケートとかで芸人になって一番嬉しかったことはって聞かれたら絶対それ答えてるもんな。だって X なんてみんな聞いてたんだよ。小6の時。同級生。でももう3年も前か。みんなでカラオケで歌ってたんだよ、XJAPAN。それがお前。これはね、思い出ですよね。もういいんじゃないですか？しました。あとこれね、僕の、もういいけど、スリップノットっていうね、ああ、スリップノットね。ロックアワードのこれ、はいはいはい、はい、あの。見に行った時に買った、うん。T シャツですね。なんか、鳥とか食う人やろ、あの。鳥は食いません。あれ、生きたまま鳥とか食う人じゃないの？結構、結構前のノットフェス、ノットフェスね。まあ、ノットフェス今回ね、コロナの影響で今年延期になっちゃった、行きたかったんですけどね。囲碁将棋のネタツさんとね、行く約束してたんですけど。もういいですよ、嶋佐さん。まだまだありますしょ。もう大丈夫です。終わります。まだまだありますよ。いや、もう大丈夫ですよ。これ、レイザーラモン。RG さんがあのレッスルマニア見に行った時にお土産でくれた T シャツです。いや、もういいです。いや、すごい思い出やと思うんですけど。ね、いや、もう、まずまでありますけど。もう大丈夫です、大丈夫です。はい。あれ出した。あ、そうですか。はい。いや、でも面白かったですよ。まあ、T シャツってやっぱあるね、いろいろ思い出が。うん、思い出が磨いてきますね。ああ。うん。いろんなのがありましたんで。また、うん。また第2弾、全然。すいません、基本全部 T シャツが、主役者だったんですけど、これ、どんな保存を。いや、まあまあまあ。どうやって置いてるの？寝巻きだにしてたんで、しばらく着てないかったんでって感じですね。なんでこって言って、最後。寝巻きやったんか、やっぱ全部。マジで何再生いくか1ミリも予想できひんわ、この動画。確かに。まあ、T シャツ好きはね。本当にわからないです。T シャツ好きが来るのかね、これ。はいはいはい。ということで、うん、また何かね、ズーム使っていろいろ撮っていきたいなと思いますので、皆さんよろしくお願いします。全然まだ T シャツいっぱいありますんで。T シャツはもう多分当分やらないです。
はい。そうですか。というわけで、ありがとうございました。ありがとうございます。した。